簡潔にお話をします。東京オリンピックを境に日光市の財政は赤字に転落していきます。そのまま10億円、20億円足らなくなるとも言われております。今はお金がふんだんにありまして、ある程度使えずにます。学生の講義として24億円他の自治体の方地方交付税が来てます。24億円これが27年度までもらえます。5年間で段階的に減っていって、オリンピックの次の年にゼロになります。ですから単純に今より24億円歳入が減ります。次に合併特例債、これは皆さんの家庭に例えると100万円銀行から借りました。大島君、銀行100万貸してやるよ、回数は30万でいいよ、残りの70万は銀行が代わりに払ってやるよ。これが合併特例債です。まあ有利な借金ができる権利を日光市は国からお墨付きでもらっているということです。これも合併のご褒美、当初は10年間もらえる約束でした。ただし震災の影響で5年間伸びたんです。ちょうどそれが東京オリンピックまでです。日光市は現在418億円使う予定をしています。これまで200億円使いました。ですからみんなで返していくお金は60億円です。410億円満額使える権利を与えられているということだけで、使えるお金があるということでオリンピックまではなんとかやっていきますということです。新市建設計画の中では平成31年には132億円、先ほど三好議員からありました26年度の歳入予定は132億円の税収は125億円、7億円減る見込みになっています。これは人口が減る、税収が減る、あくまでデータですからその通りになるかどうかは分からん。これから一生懸命頑張って132億をキープできるようにやっていくのも政治の仕事、行政の仕事であります。ただ今のところは7億円減る見込みになっている。そして26年度は消費税が今4月に上がりました。 8% に上がる。皆様の家庭にも影響が出てきて、市も全く関係ないわけじゃない。おそらくあそこからそこまで大体500万です。消費税今まで 5% を業者の方に払いました。45万円 8% になることで40万の支出増になります。そういう影響を全部見ると26年度予算に反映される消費税の市の負担は4億円。1年半後には消費税が 10% に上がります。おそらく6億円に膨らみます。そういうものを全部加味していくと、決して一喜一憂する必要はないけども、今後の見込みは大変になってくるのは必然です。これは日光市に限ったことではないです。先ほど財政の話が出ました。日光市の財政は14市中下から3番です。一番大変なのは那須烏山市、人口は少ない、次に財産が大田原市、借金が多すぎる。日光市が大田原と並んで下から2番と3番を争っているのが今の日光市です。ただし栃木県は全体的に財政力は高い、だから一気に夕張になる、坂を転げ落ちるということはないと思う。だけども安心しているとそうなる可能性はある。それが今の日光市の現状なんです。先ほど三好先輩から子ども医療費の話が出ました。私は今中学3年生までで精一杯だ。今現在のサービスで県内こちら佐野市と並んで日光市が子ども医療費は中学生まで無料としています。この2つだけです。そこに持ってきて今今度は選挙の時期に合わせて高校生まで拡大をしていく。財政出動はものすごい。市役所の職員が言いました。高校生はあまり病気がない、そこまで拡大しても大丈夫だ。もう一つ市役所の議会に対する説明、今一時予算を受ける、だけども5年後には子どもの数が減って平成25年度並みの支出に収まるので、これはやっても大丈夫だという説明を議員にしたんです。私は非常に疑問でしたね。中学生高校生なら気づくはずです。5年後の支出が同じ、じゃあお伺いをしますけども、で5年後の収入は一緒なんですか。5年後の収入再現が担保されているのであればその論にもなります。だけども先ほど言った消費税が税収が消費税がかかる、それだけ捉えて5年後のその子ども医療費の支出は同じだからいいんだという論法が成り立つでしょうか。斉藤市長に問いたい。あなたは平成31年に市長をやっているんですか。次も立候補をするんですねと問いたい。
その責任が取れない人が31年も大丈夫だって言うんですよ。私は反対しました。26年度の予算で反対討論しました。討論の模様は、ホームページでも見れますし、三好先輩が出してくれた戦場側にも書いてある通りです。その行政運営感覚が公務員出身ならではの主張だからです。ですから、このまま4年間再投資制が続くことは必ず皆様の暮らしや生活にはプラスに働かないと私は思います。立候補の動機も思ってました。その政策を見てさらに確信をしたんです。ぜひとも皆さん、今後の大変暗い話をしました。だけども財政が大変になっても何とかやっていける日光市を作っていかなくちゃならないってますます思いました。オリンピックまでと言いました。6年あります。まだ間に合う。今からしっかりと強い役所を作っていけばまだ間に合います。まずはその日光市、強い日光の源は強い役所を作るところから始めたいと思っています。公務員出身の市長、23年続きました。福田明夫市長も斉藤文夫市長も時々に一生懸命やってきました。私は高く評価するところはしています。しっかりといいところは継続をしていきたいと思います。ただし、この4年間はあまり良くない。合わせて結果的に23年間新職員の出身の市長が続いてしまっている行政体というのはここしかありません。その赤が市役所の中にいっぱい溜まっている。私は1期4年、市会議員4年ながら見てきて、それを如実に感じているし、同僚の小中議員も三好先輩も同じように思っています。だから今力を合わせ打倒をしようというふうにしています。その赤は何か。長く続いた市長、5期目の市長が70歳です。70歳でまだまだやってる国会議員もいる。それはそれでいい。でも5期目なんです。70歳の市長、63ぐらいかな、副市長、これも市役所のプロです。そのプロがナンバー3の部長、ナンバー1、ナンバー2に向かって、市長、これおかしいからやめましょう。この政策が必ず後に市民の負担になるからやめましょう。それが言える状況が恥ずかしくないんですよ。私は4年間やりながら部長さん、課長さん、係長さん、いっぱい話をしてきた。お酒を飲む機会もある。お酒を飲んでいくといろんな意見を言う。それ言ったらいいだろ。言えるわけないじゃないですか。言ったって聞いてもらえないですよ。言わなくちゃ何も変わらないだろう。言えるわけないですよ。その環境があと4年間続いて日光市が良くなると思いますか。絶対にならない。私は今こそ役所の中に民間の感覚をしっかり注入していくことが今大切だと思っています。それが民の風です。それが民の風。長らく続く公務員体質、官の者としていっぱいの役所の中をしっかり民間の感覚を注入していくこと。なんでかの者なしだけになっちゃったかを説明します。役所の業務を民間でできることは民間でと言って、どん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 アウトソーシングをしてきました。火葬場、図書館、それから総合会館、今は全部民間の企業が運営しています。コストを下げてサービスを上げていく手法です。これは正解なんです。正解。それをどん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 やってきた結果し、結果的に役所の中に今は官の物差しがなくなってしまった。で、その官の物差しも停滞をしているわけです。公務員の皆さんも一生懸命仕事をしている方いっぱいいる。真面目な方いっぱいいる。能力10の方がだけど7しか発揮できないのが今の役所の中なんです。それを変えていかなくちゃならん。それを変えていかないと持続可能な日光市にはなりません。絶対そうなんです。民の風その1を言います。私自身です。民間企業を経験しております。父から会社を受け継いだ時にはそれなりの借金もありました。利息を計算しながら少しでも利息を減らすこと、中身のいい仕事を取ること、なるだけ社員の手を遊ばせないで無駄を省くこと、4年間社長としてやってきました。役員としては10年以上やりました。父の代わりにほとんど中身は回してきました。それが私の民間人としてのこの肌感覚です。借金をしてお金を返すことの大変さ、社員の手を遊ばせないことの大変さ、少しでも率のいい仕事をしようとする大変さ、取らなくちゃならない大変さ、時には赤字だと分かっていてもやらなくちゃならない大変さ、そういう経験をしてきた私です。一期4年間は市会議員をやらせてもらいました。よくよく4年後には市長をやるつもりで私は役所の中を見てきました。ただし、再投資制がまだしっかりやるというんであれば、それを
それは手を下ろす覚悟もしていました。ただしそれは私にはできませんでした。なぜなら任せられないと思ったからです。そういう感覚で民間企業の経験と、それから1期4年の経験で、私は役所をしっかり改革をしてきます。私自身が民の風その1です。民の風その2、弁護士さん、おとい観光部長を全国から公募します。民間人です。観光のプロ、よそ者の知恵を借りて役所の中、観光客を 1.2 倍増やします。2割増、2期8年いただきたい。オリンピックが始まります。オリンピックに合わせて国も県も力を入れて観光事業に力を入れています。安倍県議と連動して、福田富一と連動、富一知事と連動して、私は日光市のトップとして、県内の首長のリーダーとして、必ず県全体の観光客を増やすと同時に、日光市の観光客も2割増やします。働く場所もいっぱいできます。観光客の皆さんが増えれば、それだけ雇用の場もできます。この観光部長の民間人、これが民の風その2です。民の風その3、順序が逆だったらすみません。市役所の窓口業務、民間人が発覚します。コンビニエンスストアの店員の方、この人の接客と市民課の窓口、住民票発行窓口の公務員の皆さんの接客を比べてください。一目瞭然です。民間のサービス、それを役所の中に入れてしまう。まあ、決してコンビニエンスストアさんに委託するというわけではないです。それじゃない、民間企業です。自治体によってはホテル業界に委託をしている。富士通という電算会社、役所の中のコンピューターを管理する。日光市の場合は TKC、そういうところに委託をしている。窓口の先生も委託をしている自治体もあるんです。大事なことは、同じフロアの中に民間の人と公務員の人を同居することなんです。そのサービスに、サービスを見たときに、隣で他の業務をする公務員の皆さんがどういうふうに感じるか。あ、なるほど、我々も市民の皆さんから税金をいただいて市民の幸せを追求するサービス業なんだっていうふうに日々感じます。それが大切なんです。それが大切なんです。必ずサービスの意識をしっかりと上げていきます。民の風その4、民間人を任期付きで職員として採用する制度があります。例えば弁護士さん、日常の市の業務の中で弁護士さんが一人中にいると幅ができます。職員が安心して業務に当たれることもある。いろんなコストが削減できる部分もある。弁護士に限らず、この間の大雪の対策、大雪の対策は市内の建設業の OB の方が一人役所の中にいただけでスピードがまるっきり変わります。合わせて若い職員の皆さんは技術力が低い、積算能力も低い。60歳の職員の人は昔自分で設計書を作った。今の職員の皆さんはいろんな連絡調整に追われて、技術力も低い、積算力も低い。合わせて除雪の対応などは地域の建設業の状況が分かっていないから対応が遅れる。そこをプロがそこに一人いるだけでスピードが必ず増します。民の風その後、縁結び課長を市民の下から公募します。少子化対策はどんなに子育て支援策を充実しても絶対に無理です。助けにはなる、だけどあと一人子供を作ろうという気にはなってもらえない。少子化対策の直接な対策は男女がしっかり会うことです。会う機会を増やすこと、縁結び課長さんを募集する。民間の課長さんはもとい、役所の課長さんは年収650万です。そこまではお支払いできない。条例で日当8000万円、あとは出来高払い、成功報酬、これも民間の感覚です。民間人の課長さんに若い職員の方を2人配置します。縁結び課は3人で、いろんな男女の出会いの場をいろんな場面で昼も夜も作ります。地域経済の活性化にもつながる。合わせて宇都宮の市長、佐藤市長、それから鹿沼の佐藤市長に声をかけて、広域で男女の出会いの場を作っていきます。日光の娘さんが宇都宮に嫁いでもいい、鹿沼の男性の方が日光のお子さんに来てくれてもいい。結果的にその人の人生が幸せになって、そして子供が増えればいい。広域でやっていけば結果的には日光の子供も増えます。それが縁結び課長さん、民間人でその子です。